何があっても心配するな。あなたのための政治を作らせてほしいんですよ。あなたが幸せになるような社会を作りましょうよってことです。生きててよかったって思える社会を作りましょうよ。次に福田昭夫君。立憲民主党の福田昭夫でございます。岸田総理は今回の経済政策で賃上げを実現する成長戦略を立てたと言われているようでありますが、それが本当にできるのか、政府の考えを正してまいりますので、鈴木大臣はじめ答弁者はできるだけ簡潔にお答えいただきたいと思っています。まず一つ目はですね、日本経済の現状と財政政策等の基本的な考え方についてお伺いします。一つ目は、失われた30年を作った主な要因をどう捉えているのかですね、ぜひ政府の考え方を簡潔に教えてください。はい、神田大臣政務官。お答えいたします。失われた30年という問いでございますが、大変複合的な要因が絡み合っていると、エコノミストの間でも意見が分かれるところと思います。政府としては、例えば冷戦の終結、あるいはグローバル経済の進展、それから、発展途上国の経済の拡大などの、社会経済の変化、あるいは、日本経済、あるいは社会で起こった、不良債権処理、あるいはアジア通貨危機、リーマンショック、阪神・淡路大震災、東日本大震災の 2度の大震災、そして新型コロナの感染拡大など、こうした外生的な要因もあり、こうした複合的な要因の中で、日本経済が進展してきたと。こうした中で企業は、足元の収益の確保、あるいは不確実な時代、変化の早い時代に対して、収益をしっかり確保するという中で、投資がなかなか進まない、あるいは賃上げをなかなか上げることができないと、こういう当時としては合理的と考えられるような意思決定の中で、日本経済全体としては、低物価、低賃金、低成長のような、悪循環に陥ってきた、これが結果的に30年間の日本経済、失われた日本経済という状況に陥ったというふうに考えております。福田昭夫君。いろんな要因があるかと思いますが、私はですね、大きく言うとですね、99年から始まった円安政策、それこそ黒田さんのね、異次元の金融緩和まで進むんですが、99年から始まった円安政策から、2つ目はね、やっぱり景気を悪化させる消費税の創設と増税、それから非正規雇用をね、やっぱり拡大してきた、4割弱にもしちゃった。今フルタイムでね、働いてる人が日本はなんと 45% しかいないって言うんですよ。だからやっぱりフルタイムで働く人、男性も女性もね、働ける人はちゃんとフルタイムで働いていただくという雇用制度が必要だと思っております。でそんな中でね、ぜひね、資料を提供しましたので、それぜひご覧ください。これですね、この資料はですね、信金中央金庫のですね、地域中小企業研究所がですね、やった従業員、20人以下が約7割だそうですが、全国の中小企業景気動向調査ですね、日銀短観とこれを重ね合わせたものであります。これ見るとですね、見事に、一致してるんですが、私が一部過失修正しましたのは、この資料がですね、実は90年から できておりまして、89年消費税 3% を創設したことが入っておりませんでしたので、これ入れました。それからですね、最後で今度は今年の10月からの消費税インボイス制度、これも私が入れました。さらに上のタイトルですね、赤いタイトル、消費税を増税すれば必ず景気が冷え込む、失われた30年の実態というのを入れました。でこれまだまだ完璧じゃないんですが、ここに今申し上げたようなゼロ金利政策の経過をですね、こう入れる、それからもう一つですね、やっぱり派遣労働者がどういうふうにしてですね、どんどん改正されたりしてですね、ちょうど小泉竹中構造改革の時にですね、今まではプロフェッショナルだけだったものがですね、実は一般工場の労働者まで全部解禁された、これによって非正規雇用がどんどん増えていった、ここも入れると相当いい資料になるのかなと、こう思っております。で簡単に申し上げますと、平成元年に消費税作りました。その後90年ね、平成2年にバブルがはじけてドーンと景気落ちました。で良くなってきたなと思ったらね、今度は阪神・淡路大震災があったり、消費税 5% アジア通貨危機もあって、またドーンと落ちました。でまた良くなってきたなと思ったら、今度は IT バブルで落ちました。でまた良くなってきたなと思ったら、いよいよ今度はリーマンショックで落ちました。でまた良くなってきたなと思ったら、
消費税の 8% で、景気が停滞をして、でまた良くなってきたなと思ったら今度は消費税の 10%、 新型コロナ、米中貿易摩擦もあるかもしれませんが、それでまたドーンと落っこちました。でまた良くなってきたなと思ったら、ここで来てですね、消費税の実質増税のインボイス制度導入、これがまたどんな影響を与えるかというのはこれから出てくるかと思ってますが、まさにですね、私はですね、いろいろね、今答弁いただきましたけれども、いろんな複合的な要因があって失われた30年ができたんだと思ってますけれども、そこにですね、必ずですね、要するに景気を落とすための要因を作っちゃったのはもうこのまさに消費税だと思ってます。消費税を創設したことと増税してきたこと、これが失われた30年を作ってきたんだと、こういうふうに思っております。こんなことをですね、前提にこれからですね、質問をしてまいりたいと思ってますが、経済社会の構造変化に対応した税体系全般の見直しについてお聞きをいたします。一つ目はですね、税体系全般の見直しの基本的な考え方についてであります。第一点、政府税調の租税原則、公平中立簡素で多くの人から納得感を得られるような税制が本当にできるのか、新自由主義の株主第一主義を改めるべきではないかと、こう思っておりますが、大臣いかがでしょうか。鈴木財務大臣。税は行政サービスの費用を賄うための、重要なものでありまして、国民一人一人に税金を納めていただく際、納得感を持っていただくこと、これはもう大切な視点である、そういうふうに考えます。そのためには公平中立簡素という租税原則や経済社会の構造変化等を踏まえつつ、所得税、法人税、消費税などを適切に組み合わせながら、経済成長を阻害しない安定的な税収基盤を築いていくことが必要であると思っております。その上で、株主に過度な配慮がされており、法人により多くの税負担を求めるべきというお考えもございますが、我が国の法人所得課税の後でいいです、はい、先ほど申し上げたようなことでやす、はい、福田昭夫君。ですね、大臣ですね、大臣も法人企業統計を管轄している大臣ですからご存知だと思いますが、法人企業統計によるとですね、剰余金の配当の推移、この過去5年間ですね、見てみますとですね、金融業、保険業を含めますけれども、平均配当率はですね、全産業で 52.9% で、金融、保険業だけだとですね、66.78% です。相当高配当してますよね。で、利益剰余金の推移を見てみますとですね、なんと、令和3年度は585兆円、いわゆる内部留保資金ですね。で、令和6年末が9月1日発表されましたけど、627兆円です。なんと日本のですね、1年間の GDP を上回るような、ね、貯金を法人企業は溜め込んだんです。で、一方労働分配率は全く上がってません。ですから働く人にいかにね、働く人を大事にしてこなかったか、日本の企業はですよ。そういうことが明確にですね、大臣が所管している法人企業統計に現れております。で、第2点ですけど、あまりにも不公平な税制なので、応納負担の原則について、国の基幹三税、消費税、法人税、所得税、金融所得課税を含むの抜本的な見直しが必要ではないかと、こう思っております。令和3年度4年度のですね、決算を見ますとですね、2か年度で当初予算と比べてどれだけ税収が増えたのか計算をしてみましたけれども、法人税がなんと6兆2496億円、所得税が4兆8549億円、消費税が3兆1109億円であります。しかし総額はですね、消費税が44兆9678億円、所得税が43兆9039億円、法人税が28兆5826億円。どうです、この数字聞いてみて。法人税が一番少ないんですよ。で、消費税がダントツの1位です。こんなあまりにもね、いびつな不公平な税制はありません。ですから、こういうものをやっぱり改めるということがね、一番大事です。しかもですね、現状を見れば明らかのようにですね、消費税というのは景気が良くなくても税収が増える男性値、これはたった1なんです。たった1。しかし法人税や所得税は1以上なんですよ。しかも法人税は景気が良くなると赤字法人まで黒字になっちゃうから増えるっつって。
ですからこれはね、全くですね、消費税に偏った税制では全く日本の国はダメになるばっかりだということを申し上げたいと思います。まあ、ヨーロッパがね、この話すると長くなっちゃうからあれですが、ヨーロッパがまあなんとか国民が我慢してるのはですね、教育費が無償だったりね、あるいはいざという時の医療や介護が無償だったりするから、で年金が15万ぐらいでもね、いざという時心配ないから、お金全部使っちゃっても大丈夫なんですよ。だって日本の国考えてみてくださいね、一時ね、老後の資金2000万って話がありましたけど、金さん銀さんっていうおばあちゃんがいたじゃないですか、双子。金さん銀さんがですよ、マスコミにね、そんなに稼いでどうするんですかって言われて、何と言ったと思います？老後の備えですって言いましたよ。100歳のおばあちゃんがですよ、それほど日本の社会保障制度って全くしっかりしてないんですよ。ですからそういうことでね、やっぱり不公平な税制を正さなきゃならないっていうのが一つ、それでですね、消費税の抜本的な見直しについてであります。で、第一点はですね、消費税の最大の欠点は何かということでありますが、大臣は何だと思いますか？鈴木財務大臣。一般にですね、取引価格への転嫁が予定されている消費税につきましては、高所得者より低所得者の方が所得に対する消費税の負担率が高くなるといういわゆる逆進性が課題として指摘されているものと承知をいたしております。はい、長君。逆進性はね、本当に低所得者にとっては重い税金になります。しかしもっとですね、最大の欠点は先ほど申し上げたように、消費税を増税すれば必ずね、景気が引き込む、必ず景気が引き込むんです。大臣もこの間答えてくれましたけれど、消費税を上げれば物価がその分だけ上がる、消費税下げればその分だけ下がる。大臣もね、消費税下げたら物価下がりますかって私聞いたら、いやいや下がりますって答えたじゃないですか。ですから消費税っていうのはまさにですね、物価を上げたり下げたり できるですね、税金なんですよね。それは消費に対する罰金のような税金だから、そういうなことになるわけであります。で、一方ですね、令和5年度のですね、国と地方の消費税の収入見込み額を見るとですね、なんと40兆6703億円収入見込み額ですよ。ところが輸出免税還付金を中心にですね、還付金額が10兆6981億円、26.3% は輸出産業を中心に還付しちゃうんですよ。 26.3% ですよ。景気を冷やしておきながらですよ、輸出産業だけ潤っちゃう。で、一方ね、先ほど末松議員からも、あるいは桜井議員からも話ありましたけど、インボイス制度はどうですか？1000万以下の売上の人たちはですね、彼らだって仕入れの時はちゃんと消費税を納めてますよ。で、売上そのものが少ないんだから、そうした中でですね、免税に、同じ輸出産業免税となっているわけでありますが、インボイス制度でね、1000万以下の人たちはこれ今度インボイスで納めざるを得なくなっちゃう、あるいはもしかすると廃業せざるを得なくなっちゃう。本当にですね、収入は減るし、とんでもない状況になっちゃうわけであります。これが消費税の本当に欠点であります。ですから消費税に頼った財政健全化はできません。で、今年6月9日の財金ですね、これについてはですね、時間の関係で次の機会に送ります。主税局長がね、なんか嘘ばっかり喋ってたのを3点ばっかりイロハと挙げましたけど、これは次の機会に譲ります。で、次第3点でありますが、基幹三税の抜本的な見直しをして軽減税率とインボイス制度を廃止すべきではないか、こう私は思っております。で、日銀のですね、9月の生活意識に関するアンケート調査によりますと、生活にゆとりがないと答えた人が6割、その原因は何だっつったらですね、物価が上がったからがですね、なんと 85.7%。 大臣ですね、この間の質問では実質賃金13ヶ月連続下がったと言いましたけど、いや、つい最近ではもう9月のですね、実質賃金が出ましたけど、これが 2.4% 減で、なんと18ヶ月連続減ですわね。で、それからさらに総務省が発表した個人消費、これも 2.8% 減で、これも7ヶ月連続減です。ですから相当ですね、物価が上がって賃金は物価上がるほど上がってない。ですからみんな消費をね、どん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 ね、縮めておりますよ、縮小しておりますよ。そうなったら経済成長しないじゃないですか、ね、本当にそういう意味では日本の、ね、経済成長は、まあ、昔はね、最大個人消費が6割だ、設備投資が2割だって言ってたけど、今そうなってないじゃないですか。個人消費もなんか 55% ぐらいだとかね、設備投資も 15% ぐらいだと、6割、2割に届いていませんよ。ですからここはね、やっぱりしっかり日本の経済を成長させるためには個人消費がちゃんと伸びなくちゃならない、まあ、そのためにはまあ賃上げが必要なわけでありますが、そうなってないというのが現状じゃないですか。だって企業はですよ、まあ、これから話しますけれども、法人企業はもう内部留保資金ばっかり溜め込んでですね、働く人には働かない、ね、株主には
たくさん配当するんですよ。ですからそういう状況でありますから、これね、ぜひね、そういった意味では、大臣どうでしょう、これ所得税をですね減税するよりも消費税を減税した方がですね経済良くなりますよ、国民も消費者も喜びますよ、いかがですか大臣、下げませんか。鈴木財務大臣。消費税につきまして、先生からずっとお話をいただきました。実質賃金が、このマイナスになっている中で、消費を刺激する中で、消費税を減税したら良いのではないかと、こういうご提言でございますが、消費税につきましては、政府といたしましては、急速な高齢化に伴い社会保障給付費が大きく増加する中におきまして、全世代型社会保障制度を支える重要な財源と位置づけられていることから、その引き下げを行うこと、これは適当ではないと考えておりまして、岸田総理からもですね、国会答弁等でしばしば表明をしているところでございます。委員長。福田昭夫君。大臣ですね、日本はですね、人口減少、もうね、80万人を切っちゃった。昨年の出生、合計特殊出生率 1.26 ですよ。これから働き手もいなくなっちゃう。そういう中で、赤ちゃんからね、寝たきりのお年寄り、働くったって働けない人たちからも消費税取るんですよ。ですから、働き手がいなくなっちゃった中で、じゃあ、たくさんかかるお金を、そういう人たちから取るんですか、これから。ね、これから、どんどん少子高齢化になっていく、これからですよ。消費税を 20% で上げていくんです。違うでしょう、法人にだって人格が与えられてるわけですよ、法人格って。だから法人がやっぱり日本の国があるから、内部留保資金だってたくさん溜め込めてるんでしょ。ですから法人はね、しっかりとね、やっぱり社会貢献の一つとして企業雇用を守ったり税金を納めるっていうね、役割を果たすべきなんです。先日ですね、実は経団連の皆さんからですね、税制要望を聞いたとき、私は言いました。ね、法人税に累進税率入れたいと思ってるんだけど、どうだいと。ね、中小企業がもう800万以上は 23.2%、2兆8000億円も利益があったって 23.2%、あまりにも不公平すぎるでしょ。ね、経団連は一生懸命頑張ってくれてるのは非常に感謝をするが、社会貢献が足りないって言ったらね、なんと言ったと思います、経団連から来た本部長ね、歴代の経団連会長は社会貢献として税金を納めるって言ってますっつう。心配ありませんから、ぜひね、法人税に累進税率を入れるってことをぜひ検討してみてください。これですね、本当にね、びっくりしますけどね、報道によりますと、ベトナムでもですね、消費税減税を今までやってましたけれども、しかしこれからさらにね、経済を良くするために来年6月まで延期するそうです。その目的はですね、消費者の購買力向上です。消費者の購買力向上させればですね、企業と消費者の双方に利益があるからだっつうんですよ。ベトナム政府がこう考えてるんですよ。日本の政府ができないわけないじゃないですか。でしかも消費税 5% っていうのはですね、もうすでに今までやってたから、そのシステムだってあるわけだね。所得税で難しい計算するよりはこっちの方が楽に出てくると思いますよ。システムもできちゃうと思いますよ。ですから来年の6月なんてもっと待たないで、法律ができちゃえばすぐにね、もしかすると実行できちゃうかもしれませんからね。ですからやっぱりね、減税するなら評判の悪い所得税ではなく消費税にするべきだと思ってます。で同時にね、やっぱりこちらの方はお答えいただきますが、同時にですね、これも評判の悪い軽減税率 8%、 インボイス制度を廃止すべきだとこう思ってますが、いかがでしょうか。鈴木財務大臣。消費税率の引き下げにつきましては、もう先ほどすでに政府の立場としてお話をさせていただいたところでございます。でその上で、インボイス制度を、消費税を、単一税率にしてですね、廃止したらどうかというご提言だったと思いますが、インボイス制度は複数この税率、軽減税率の中でですね、このしっかりとした納税をしていただくという中で、必要な制度であると、こういうふうに思ってございます。で複数税率につきましても、毎日の買い物の中でのこの通税感を和らげるという趣旨で、導入をしたもので、ございますので、単一税制に、戻すということも政府としては考えていないわけであります。複数税率の下ではインボイス制度、これは必要なものと考えております。福田昭夫君。それ
では時間がなくなってきましたので、大変残念ですが、だってこの間もね、質問しましたけど、消費税がね、社会保障4税、いや、その4、なんだ、4つの政策、年金、医療、介護、子育て対策に当ててるなんて言ったって、それは言葉で言ってるだけであって、本当にそのお金当ててるかどうか全くわからないわけですからね、証明のしようがない。ですから、全くですね、そういう財務官僚のね、嘘に騙されちゃいけませんよ、大臣。はい、さあ、次いきます。時間の関係で、括弧3と括弧4と括弧5、一緒に言っちゃいますけれどね、法人税の見直しでありますが、実は法人税については、消費税創設前は、留保分と配当分に課税しておりました。しかし、消費税を作ってから一本化をして、税率をどんどん下げていきました。したがって、中小企業と大企業の不公平感がものすごいものになっております。ですから、ぜひですね、隣の韓国、4段階入れてます。それから、アメリカもね、トランプ大統領以前は4段階法人税に累進税率を入れておりました。我が国もですね、そういった意味では、しっかりね、法人税も公平な税金にするためにはですね、やっぱり累進税率を入れて、単税力に応じて負担してもらうことによって、実はこれね、賃上げ税制にもなりますからね、政府がやってる賃上げしたら減税するというよりは、累進税率を入れて、単税力に応じてね、大企業にも負担してもらう、あるいは中小企業にもね、少し中小企業の法人税は減税するというとね、やっぱり両方の経営者ね、どちらも経営者のマインドとしてね、じゃあなんだ、そんな税金取られちゃうんじゃ、社員の給料を上げようとか、設備投資しようとか、必ずそう思いますから、自分が経営者だったら私、そう思いますから、ですから、ぜひね、ですからそういう形で法人税に累進税率入れればね、それこそ子育ての予算なんてすぐ出ちゃいますよ、子育ての予算倍増なんて言ってますけど、保険組合から負担金させるなんて、これはね、これもまた評判悪すぎる、ですから、そんなことを考えたら、法人税に累進税率入れたら、子育ての予算も簡単に出てきますよ、私ども試算しておりますけど、今日はそれ話す時間ありませんけれど、それから所得税とですね、金融所得税の抜本的見直しでありますが、所得税については消費税作る前はですね、19段階で、最高税率は8000万を超えると 75% でした。しかし消費税創設後は大幅に引き下げられてですね、現在は7段階で最高税率4000万兆が 45% ですね。でも今やですね、日本にも億万長者がたくさんいるんですよ、実は。億万長者がたくさんいるんで、超過累進税率をもう少し強化すると所得税も増えます。さらにですね、金融所得課税の抜本的見直しでありますが、現在は国地方合わせて 20% ですけれども、所得税の1億円の壁というのをですね、訴えているのは財務省じゃないですか。その原因は何だって言ったら、株式等譲渡所得が影響しているというのが財務省の見方じゃないですか。そしたらね、ぜひね、金融所得課税にもまずね、累進税率入れましょう。イギリスなんかちゃんと入ってますよ。イギリスは累進税率ちゃんと入ってる。他の国々も課税所得に応じて税率変わってます。先進国の金融所得課税の平均税率は 30% だったんですね。ですからやっぱり今株主金融資本主義、株主第一主義になっちゃって、お金でお金を儲ける経済になっちゃってる。ですからここでね、やっぱりどこから増やすかということが問題ですけれども、我々5000万を超える人たちに、ね、どうだということで計算してみましたけど、そこは今回ね、所得税減税についてなんか2000万がからどうかななんて政府では検討しているようでありますが、ぜひね、ここのところはしっかりですね、考えてやったらいかがかなと思っております。これについては回答はいりません。で、そろそろ時間が来たんでしょうね。まだ大丈夫？一般ぐらいある？終わりにですね、じゃあ申し上げたいと思いますが、私はですね、この国の将来、未来を大変憂いています。今、新自由主義に侵されたあまりにも不公平な税制とですね、この雇用制度を改めない限り、この国の未来はありません。アジアでも最貧国、一番貧しい国の一つになってしまうでしょう、このままいくと。ですから、そうならないためにもですね、与野党がね、ぜひ与党の皆さんもね、切磋琢磨して国民の皆さんの幸せにつながる政治を実現してまいりましょう。以上です。終わります。最後に一言、変えるしかないんですよ。もうすごく単純な理由で、変えたいんじゃないんですよ、変えるしかないんですよ。それは決して難しいことじゃない。50% の人が投票を諦めてるっていうだけの話。みんなの力集めて、これ徐々に変えていくしかないんですね。で、それはできないことじゃないんですよ。それはできる仕組みになってるんです。それをできないと諦めることによってできないだけで、やれる話なんですよ。だからここ追求していきたいんですね。私、負ける喧嘩はやりたくないんですよ。どっちかって言ったら。選挙で負けたことはあるけれども、それは、本当の負けじゃないんですよ。自分の人生かけて戦うことに関して、これは絶対に勝てない負けることだったら踏み
出さないんです。勝ちたいからだって。他で勝てること探しますよ、だったら。でも、この勝負は、みんなが、そう思えばできることなんですよね。だから自分の人生横に置いて踏み出そうと思ったんです。勝てるぞ、これはって。で、たった一人で2019年に旗揚げしたものが、今や8人になったんです、国会議員が。で、地方議員50人になったんですよ。これって、私一人でやってることじゃないんです。私、旗振ってるだけ。実際に広げたのは誰かって言ったら、あなたなんですよ。皆さんなんですよ。あなたが作り上げた現実、実際に変わってる。2019年に消費税の廃止、これを訴えた時に、世間は笑ってたんです。世間って特に永田町、バカなんじゃないか、30年続く消費税をやめるとかって、みんながそれを現実的と思うはずがないだろうって。笑ってた奴らが2021年は、政策として消費税減税、各党導入したんです。自民公明以外、みんな消費税減税言い出した。消費税の減税に関して笑ってた奴らが、現実に消費税減税を政策として掲げたってことですよ。で、さらに、今アンケートを取っていっても、様々なアンケートを見ても、この物価高で何をしてほしいかって、消費税減税してほしいって人たちが大勢いるんですよ。ほんの数年まで消費税減税なんてバカじゃないの、そんなの無理無理って思ってた人たちが、今必要だっていう気持ちになってきてるって。この大きな変化を作ったのは誰かって言ったら、あなたなんですよ。あなたが周りに話してきたこと、それを広げてくださった結果がもう出てきてるんです。1が8人の国会議員になった。1人が8人になった。これだけでも国会にとっては大迷惑。一番嫌な奴らが拡大していく様ですから、その現実を作ったのはあなただってことを忘れないでください。自分に自信がなくなったりとか、自分なんて力がないと思ったら、この現実を思い出してください。風穴開けてるのはあなたです。動かしてるのはあなたです。ここからさらにやってやりましょうよ。面白い社会一緒に作りましょう。というわけで今日は本当にありがとうございました。